アニメ、ポケットモンスター、公式略称、アニュポケテレビ東京系毎週金曜後6時55分、新シリーズ第74話が22日、放送された。主人公のリコちゃんが、いにしえの冒険者で6英雄のポケモンのトレーナー、ルシアスの子孫であったことが明かされた。第74話は、リコの祖母、ダイアナから、ルシアスの秘密が明らかに。それは、ルシアスとエクスプローラーズのつながり、そして、エクスプローラーズを作った3人の冒険者についてだった。そして、テラス池を訪れたリコたちは、イスタルと出会い、抱っこしていた赤ちゃんが、レーラと明かされると、ダイアナは、レーラは、私の母の名だと発言。すると、イスタルは、あなたたちは、私とルシアスの子孫なのねと話したことで、リコは、ルシアスの子孫ということが判明し、待ってと驚きを隠せなかった。これに、ファンは、リコが、ルシアスの子孫なのは分かりきってたけど、家系図分かったの、アチーナ、やっぱりリコちゃんとルシアスは、血縁関係あったか、やはりリコちゃん子孫かルシアスの遺伝子強いな、リコが、まさかのルシアス、そして、レーラの子孫だった。サトシの子孫説はこれでなくなってしまったね。まあ、リコとルシアス、同じ瞳の色してるから、もしかしたらと思ってたら、やっぱり子孫だったのね、などと反応している。現在の新シリーズは、ポケモン世界全体を舞台にした、W 主人公のリコとロイの冒険を通じて、大事な何かを見つける物語となっている。